ニュージーンズの今回リリースされた OMG では多くファンが考察したりして、 BTS の火曜年下のように何年後かにまた物語が分かっていくのかな、夜中に見るのはちょっと怖い、不穏な雰囲気が新人じゃない大物感と、その世界観の深さが話題となっています。ニュージーンズはいろんな面で私にとって意味が大きいチーム、今までの抱えていた悩みや考えを込めている、人間ミンヒジンにとってはものすごく手塩にかけてきた個人作品といえるイメージと GQ コリアのインタビューに答えていたミンヒジン。世界観作り込まれてて好き、めっちゃ面白い、新年早々ニュージーンズのことしか考えられないと、ミンヒジンとニュージーンズたちのタッグでできる独自の世界観と音楽性に惚れ込むファンが続出しています。そんな中、ミンヒジンがやりたいことをニュージーンズで成し遂げようとしてる、ニュージーンズだけどニュージーンズじゃない、ミンヒジンの曲、ミンヒジンのお人形遊び、音楽はいいのに押せないと、ニュージーンズを媒体としてミンヒジンがしたいことをしているだけに感じ、ミンヒジンの思想をニュージーンズというアイドルを通して表現しているスタイルに疑問を持つファンもいました。ミンヒジンが好む世界観からニュージーンズたちの個性や思いが離れていったら、ニュージーンズはどうなってしまうのか不安に感じるファンもいるようです。同じ事務所のルセラフィムとはまた世界観やコンセプトなどが全然違いますよね。ルセラフィムというチームは自分たち自身で自分たちの困難や葛藤に打ち勝つと曲に思いを込めたルセラフィム。ルセラとの違いがあるのはいいけど、 NJ 今後もミンヒジンコンセプトだけなのかなと、ニュージーンズたちが作り上げる世界やステージも見てみたいという声もありました。操り人形みたいという声もある中、メンバーたちとミンヒジンの関係はかなり良好、月に1回必ず食事に行く、正直でいられる環境を作り、考えや気持ちの共感に優先順位を置いていると、インタビューでも話していたミンヒジン。ミンヒジンはニュージーンズの無邪気さや純真さに癒され、温かい愛を感じることもあるそう。多くの女性アイドルグループがいる中、徹底した世界観を作り込み、独自のスタイルを確立しているニュージーンズの今後も気になりますね。